やった、休みを取れた。電車に乗っていろいろ観光するぞ。東京の交通機関は複雑だけど、電車の IC カードと Google マップがあれば大丈夫でしょう。人多すぎ、迷った。どこに行けばいいの？あ、そうだ。駅の構内図を見よう。いや、難易度高すぎだろ。旅行で使える簡単な日本語、駅編。基本フレーズ。Destination に行きたいのですが、教えていただけませんか？ This phrase is enough to be understandable. But if you want to go into the details, you add some words, for example. どう行けばいいか教えていただけませんか？どれに乗ればいいか教えていただけませんか？どこで降りればいいか教えていただけませんか？すぐ使える例文。浅草駅に行きたいのですが、どう行けばいいか教えていただけませんか？浅草駅に行きたいのですが、どう行けばいいか教えていただけませんか？インフォメーションセンターに行きたいのですが、どう行けばいいか教えていただけませんか？インフォメーションセンターに行きたいのですが、どう行けばいいか教えていただけませんか？山手線に行きたいのですが、どう行けばいいか教えていただけませんか？山手線に行きたいのですが、どう行けばいいか教えていただけませんか？質問に対しての返答例。まっすぐ行くと左手にあります。まっすぐ行くと左手にあります。あそこの階段を上がればあります。あそこの階段を上がればあります。案内しますね。案内しますね。すぐ使える例文。三鷹駅に行きたいのですが、どれに乗ればいいか教えていただけませんか？三鷹駅に行きたいのですが、どれに乗ればいいか教えていただけませんか？質問に対しての返答例。この電車に乗ってください。この電車に乗ってください。一番線の電車に乗って、新宿駅で中央線に乗り換えてください。一番線の電車に乗って、新宿駅で中央線に乗り換えてください。すぐ使える例文。東京駅に行きたいのですが、どこで降りればいいか教えていただけませんか？東京駅に行きたいのですが、どこで降りればいいか教えていただけませんか？質問に対しての返答例。次の駅で降りてください。次の駅で降りてください。赤坂見附駅で降りて
乗り換えた方がいいですね。赤坂見附駅で降りて乗り換えた方がいいですね。困った時、どこでパスモにチャージできますか？どこでパスモにチャージできますか？すみません。スイカにチャージする方法を教えていただけませんか？すみません。スイカにチャージする方法を教えていただけませんか？改札が開かなかったのですが、スイカの記録を見ていただけませんか？改札が開かなかったのですが、スイカの記録を見ていただけませんか？いかがだったでしょうか？困った時は大体の人が助けになってくれます。休日を目いっぱい楽しんじゃってください。ではまた。